いすみ鉄道本社大滝駅は千葉県いすみ郡大滝町大滝にあるいすみ鉄道いすみ線の駅であるすべての車両は当駅を拠点に運用される関東の駅100線に選定されている当駅は命名権により千葉県内の訪問資家であるデンタルサポート株式会社が命名権を取得しており2009年9月よりデンタルサポートを冠した愛称が付与され 各種表記に反映されている。当初は1年の契約であったが、さらに契約が延長された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。いすみ鉄道の本社と併設されている。窓口、自動券売機が設置されているが、窓口業務は本社社員が対応しているため、現業機関としての駅、職種としての駅員は存在せず、組織上は無人駅である。 一番線と二番線とではホームが離れており、駅舎は一番線にある。また、二番線の大原川の橋と一番線の数差、中野川の橋との間に線路を渡る、校内踏切がある。2007年3月6日に、新たに3、三の丸改札口が開通した。千葉県立大滝高等学校に通学する学生を、対象に朝夕の見開かれる。 男女別の推薦式公衆トイレが駅舎横に設置されている。なお、改札内には公衆トイレは設置されていない。駅構内には車庫が設けられ、すべての車両はここを拠点に運用される。すべての車両が夜間停泊するほか、入れ替え、救援用のモーターカーが留置され、列車を給油する給油所もある。また、この駅では、 列車の連結作業を見ることができる。テレビ東京系番組チャンピオンズ達人の技が世界を救うで、いすみ鉄道の支援が行われることとなり、発泡スチロール製のホンダ・タ像が作成された。完成したホンダ・タ像は2008年11月に一番線改札口脇に設置された。 1>, 1日平均乗車人員254人近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。古くは、大滝城の城下町として栄えた大滝町の中心市街地に位置し、駅周辺は、行政機関、公共施設、中小商店などが点在する。西側には小山、東側には泉川が流れる。 路線によって、駅前のバス停に乗り入れる路線と乗り入れない路線があるので注意が必要である。大竹駅バス停、久保バス停伊す鉄道伊す線上見が、岡駅大竹駅、小山津駅。ありがとうございます。